スピリッツドアラチャンネル。バンテリンドーム名古屋には大観衆が詰めかけています。セパ交流戦、中日ドラゴンズ対オリックスバファローズの1回戦です。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。西さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目してらっしゃいますか？まあとにかくね、あの 1,2 番の出塁ですよね。まあその辺が打線のつながりを生むと思いますよ。ではそのあたり注目していきましょう。まずはドラゴンズの先発福谷がバンテリンドーム名古屋のマウンドに上がります。これから注目の立ち上がりになります。西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね。まあどうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ楽しみに見たいと思いますね。そうですね。そのあたりがどういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。インサイド落ちました。右中間に大きな打球。このあたりはどうか。右中間破っていきました。打ったバッターセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは三塁到達。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー三塁です。ここは抑えておきたい相手だったんですが、スリーベースヒットを打たれています。まあバッテリーはもう少し警戒してほしかったですね。さあドラゴンズ先制のピンチです。やはり先に点をやりたくないのでね、ここは集中ですよ。うん、そうですよね。さあそのマウンド上の福谷、この状況にどう対応してくるか。初球は何から入ってくるか。ここは三振を取りたいですよね。なるほど。さあどういうリードをしてくるのか。こういう場面ですから低め低めのリードになりますけど、こうなると裏を変えても面白いかもしれませんね。なるほど。次も低めで来るんでしょうか。ありますよね。そうですか。ボールに自信があれば落ちる球を続けて勝負というのもありでしょうね。ああそうですか。外れました。フルカウントになります。打ちました。高いバウンド取った。一塁送球アウト。ワンアウトです。バファローズ1点を先制しました。アウトの間に得点。1対0。序盤から試合が動いていきます。初球空振りです。この球は外れています。打ちました。セカンド取る。ツーアウトになりました。4番バッター T 岡田。ツーアウトランナーありません。打ちました。流しました。三塁線破っていった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。さあそして打席にはジョーンズが入っています。さあ得点圏にランナーを背負った場面です。まだ序盤ですが、あまり離されると厳しくなりますから、ここはしっかり抑えたいですね。なるほど。そうですよね。
サイド落ちました。切れていきます。ファウル。この球は外れました。もう一球低め、ボールになります。惜しいですね。決まったかと思いましたよね。はい、低めわずかに外れてボール。2球で追い込んだんですが決めきれず、フルカウントまで来ました。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。強打が掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズ鮮やかな攻撃で先に点を取りました。1対0バファローズ先制です。西さん、長いシーズン怪我などもありますから、年間通してベストオーダーが組めるかどうかっていうのは大事ですよね。いや、そうですね。それを含めてが、チーム作りですからね。そのあたり監督の采配にも注目が集まります。バファローズマウンドに上がるのは先発の翔。さあ、ドラゴンズ打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。初球ボール、ボールになります。ボール先行です。ボールになります。ストライクが入りません。流しました。これはどうか。ライン際入った。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これで3試合連続安打。ノーアウトランナー二塁です。さあ、そしてバッターボックスには渡辺が入ります。さあ、一打同点のチャンス。まあ、ここはアグレッシブに攻めていってほしいですね。なるほど、そうですね。初球打っていった。ファースト正面、一塁アウト。しかしこれは進塁打になりました。さあ、そして打席には石川が入っています。さあ、アウトカウントが1つ増えましたが、得点圏にランナーは残した状態。ここはしっかり得点して同点にしておきたいですね。なるほど、そうですよね。切りました。ファウルボール。ノーボールワンストライクです。これは変化球。つなげておきたかったんですけどね。このチャンスの間にね、なんとか得点につなげていきたいですね。そうですね。さあ、このチャンスでバッターボックスには4番の福田が入っています。やはりピンチですから初球も慎重になりますよね。なるほど、そうですね。改めてお聞きしますが、バッターボックスの福田、どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。まあ、そうですね、状況によって変わりますが、もともとはフルスイングが身上の強打のバッターですね。そうですか。さあ、3球目は何か。高め打った。高いバウンド。ショート取った。一塁アウトで3アウト。さあ、先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。同点のチャンスがあったドラゴンズですが、そのチャンスを生かせませんでした。1回終わりました。1対0、1点リードはバファローズです。
2回の表バファローズの攻撃、バッターボックスには6番小田。さてドラゴンズの先発は福谷、今日が10試合目の登板です。前回の登板は7回3分の2を投げて勝敗はつきませんでした。最初は変化球できました。低めの球ストライク、ノーボールツーストライク。アウトコース外れました。見送っています。ボール。低めはボール。3ボール2ストライクです。これが6球目。引っ張った。これはどうだ。どの上、アウト。いいプレーが出ました。ファインプレー、いいプレーが出ました。ファインプレーです。里崎さん、今のプレーご覧になっていかがですか。この一瞬の判断は素晴らしいですよね。バッターは7番に入っている足立。まずはワンアウトを取っています。足立背番号3。最初は変化球持ってきました。ストライクです。あるボールですね。キレのある変化球、際どいところに決めてきました。あっという間に2ストライクです。この球は落としましたが決まりません。低めの際どいところですが外れています。内へ低めに変化しました。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。ファウルになります。ファウルボールには十分ご注意ください。インサイド落ちました。ライン際に打球が飛んでいる。ここもファウルです。打ちました。ここはフライになっています。取って2アウトです。8番バッターはキャッチャー若月。2アウトになっています。若月背番号2。アウトコース見送っています。この高めは外れます。ボール先行です。素晴らしいコントロールですよね。アウトローの変化球、キレがあります。これが4球目。胸元をつきましたが外れました。打ちました。いい当たりだ。伸びていく。どうだ。入れば貴重。
調な追加点、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。ドラゴンズその差を2点に広げられる痛い一発となりました。ドラゴンズ追加点を許します。2対0になりました。打たれてはいけない相手に打たれてしまいました。その差を2点とされています。ピッチャーに打順が回って先発の長が打席に入ります。ピッチャーの打席ですけど雑にならないようにしたいですね。そうですね。さあまず1球目、初球変化球、空振りです。低めの変化球です。内へ低めに変化しました。変化球タイミング合いません。2ボール2ストライクです。低めボール、3ボール2ストライク、フルカウントになっています。三振を取りました。3アウトチェンジ。しかしこの回バファローズソロホームランで追加点を挙げています。2対0、バファローズのリード広がっています。2回裏に入ります。追いかけるドラゴンズの攻撃、5番バッター福留、ドラゴンズビハインドで迎える2回の攻撃です。西さん、まずは塁上を埋めていきたいですね。まあ早い回で追いつければね、この後の展開も変わってきますからね。そうですね。ボールになります。ボール先行です。次が3球目、変化球わずかに外れました。ストライクが入りません。打ちました。サード取った、アウト、ワンアウト。6番バッター堂上超、まずは先頭バッターを打ち取っています。これが1球目、初球わずかに外れてボール。インドを見送っています。ボール先行です。3球目は何で来るか、ファウルになります。アウトコース外れます。さあ5球目は何か、これはバットが泳ぎます。フルカウントです。変化球空振り、ツーアウトになりました。バッターは7番に入っている木下、ツーアウトランナーありません。
これが初球。初球ボール。次が2球目。インサイド、この打球はフライになっています。小田が抑えて3アウトチェンジです。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2回の裏、2対0、バファローズがリードしています。里崎さん、立ち上がりに攻められてしまいました。今日は本調子ではなさそうに見えますが、いかがでしょうか。まあただベンチとしては最低5回までは投げてほしいと思ってるでしょうね。そうですよね。2球目は何で来るか。この球は外れています。ボール先行です。外に決まりました。ファウルになります。インサイド落ちました。これもファウル。低めに外れてボール。3ボール2ストライク。7球目は何で来るか。いきなりフォアボールでランナーを出しています。ノーアウトからランナーを出してしまいました。先頭バッターを歩かせるのはまずいですよね。はい、ここは気持ちバントしました。ファーストが取る。アウト。ワンアウトです。送ってきました。ワンアウトランナー二塁となりました。さあドラゴンズ、得点圏にランナーを背負った場面です。まあここはしっかり抑えて攻撃に備えたいですね。なるほど、そうですね。まあそして一発のあるバッターが相手ですから、彼の得意コースには注意を払うべきでしょうね。はい、さあここはしっかり抑えたいところ。惜しいボールでしたね。はい、外の変化球わずかに外れてボール。インコースの変化球見ています。振り遅れてますね。そうですね。アウトコース、これは見送ってボールです。これでフルカウント。インサイド落ちました。ショートの左抜けました。バックホームする。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット。3対0。ドラゴンズもうこれ以上点はやれません。バッターボックスは4番 T 岡田。さっきはツーベースを打たれましたからね。はい、そうですね。ここはしっかり低めにコントロールして長打は避けたいですよね。そうですね。ドラゴンズこの回追加点を許しています。里崎さん、ちょっと苦しいピッチングが続いてますね。まあ本来の調子からは程遠い出来だと思いますね。ああなるほど、ベンチはこれをどう判断するかですよね。ここはゴロを打たせてゲッツーを取りたいですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。さあ4球目は何か。打ちました。サード取った。一塁へ。アウト。ツーアウト。さあそしてバッターボックスにはジョーンズが入ります。さあツーアウトながらランナーを得点圏に背負っています。
まだ序盤ですが、あまり離されると厳しくなりますから、ここはしっかり抑えたいですね。なるほど、そうですね。ここは見ます。外の低め、さあ追い込みました。見送ってボール、フルカウントになります。さあこれで決まるのか。空振り、ここは空振りでアウトを取りました。この回点は取られましたが、ここで食い止めました。西さん、いわゆるキレのいい球とよく言いますよね。このキレというのはバッターからするとどのような感覚なんですか。もうこれはね、バッターは打とうと思った時に詰まらされる、まあ、そんなボールがキレがいいということですね。なるほど。初球空振りです。これが2球目。低めの変化球は決まりません。これが3球目。よく見極めましたね。はい、ストレートわずかに外れてボール。空振りになります。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。低め見送っています。スリーボールツーストライクです。さあ6球目は何か。引っ張った、ファーストうまくさばいて一塁そのまま入ってアウト。次はピッチャーの打順ですが、先発の福谷がバッターボックスに入ります。当たればいいところに飛ぶこともあるんでね、バットを出していってほしいですね。そうですね。緩いボール決まりました。インコース変化球決まりません。ストレート外れました。次が4球目。引っ張った、高いバウンド、サードゴロ、一塁送球します。ツーアウトになりました。打順はトップに帰って岡林。前の打席はツーベースでしたからね、今日はバットが触れてるようなんで、ここも思い切って狙っていってほしいですね。そうですね。ツーアウトランナーありません。緩いボールを持ってきました。ボール先行です。切れていきます。ファウル。高め空振り、2ストライク2ボールと追い込んでいます。次が5球目。
またファウル。アウトコース打ちました。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3回終わって3対0バファローズがリードしています。回は4回の表に入っています。バファローズの攻撃、6番バッター小田、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ドラゴンズビハインドで迎える4回です。さあ里崎さん、これ以上離されると厳しいですから、しっかり抑えていきたいですよね。まあこれ以上の失点はね、チームも自分も苦しくなりますよね。粘りの投球ができるんでしょう。打ちました。難しいバウンド、アウト。ワンアウト。バッターボックスには7番足立、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。まずはワンアウトを取っています。さあ2球目は何か。高めのスライダー、空振りです。変化球入りません。4球目は何で来るか。外れましたか。いいボールでしたけどね。外の変化球、わずかに外れました。5球目は何で来るか。引っ張った、サードゴロ、一塁へ送ります。アウト、ツーアウト。8番バッター若月、前の打席はストレートを打たれたんでね、ここはどういうリードするかですよね。そうですね、そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。ファウルになります。3球目外れました。惜しいボールでしたね。はい、変化球わずかに外れてボール。これが5球目。あっとデッドボールだ、当たってしまいました。完全にすっぽ抜けです。バッターは今日の先発ピッチャー張、デッドボールのランナーが出ています。初球ボール。返した打球はレフトへ。ランナー出ましたが、バファローズ得点には至りませんでした。3対0バファローズがリードしています。ドラゴンズ4回裏の攻撃になります。2番バッター渡辺、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。さっきはいいところで打てませんでしたからね。ええ、ここは切り替えていきたいですよね。そうですね、今度は打って挽回したいところ。ドラゴンズビハインドで迎える4回の攻撃です。サニーさん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。まあこの点差であればまだ分かりませんからね。とにかく出塁したいですね。そうですね。さあ勝負してくるのか。ボールになります。空振り三振、ワンアウトです。打順は3番石川、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。張、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。
ストライクになります。ボールになります。外への変化球、ツーボールツーストライクです。ボールになります。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。振っていきましたが三振。ツーアウトになっています。バッターボックスには4番福田。先ほどの打席は同点のチャンスだったんですがショートゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。アウトロー外れます。空振りになります。ワンボールツーストライクです。さあ勝負してくるのか。打ちました。この打球はファウルグラウンドへ切れていきます。ファウル。バッターよく見ました。打ちました。このフライは切れそうだ。切れました。ファウルボール。ツーボールツーストライクです。打ちました。痛烈。切れました。ファウルボールです。次が8球目。高め打ちました。これはスタンドへ入りそうです。切れました。ファウルボール。変化球を持ってきましたがわずかに外れました。スリーボールツーストライクフルカウントになっています。これが10球目。ライト方向を流します。 T 岡田素晴らしい反応を見せた。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。反撃したいドラゴンズでしたがここは三者凡退に終わっています。4回終わって3対0バファローズがリードしています。バファローズの攻撃は1番セカンド福田。初球ボール。スライダーは見送ってボール。ボール先行です。さあ3球目は何か。低めストレートストライク152キロ。これが4球目。外へのボールは入りません。さあ5球目は何か。アウトコースへ決めました。フルカウントです。空振り三振。ワンアウトです。現在のピッチャーの状態まだ100球には達していませんが多少きつくなってきたでしょうか。2番バッター大城、福谷、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。際どいコースに送ってストライク。
改めてお聞きします。バッターの大城、どういったタイプのバッターでしょうか？まあ一言で言うなら小技もできる中距離バッターですね。ああそうですか。インサイド落ちました。強い打球、ワンボールツーストライクです。高めちょっと外れたか。高めのボール、これはどうか、破りました、センター前、大城ヒットが出ました。ワンアウトランナー一塁となりました。ファーストランナースタート、タッチアウト、いい送球、失敗、ランナーの進塁を許しませんでした。このアウトは大きいですね。はい、ランナーはいなくなりました。キャッチャーがいい送球しましたよね。そうですね。ボールになります。インコース決めました。2ボール2ストライクです。さあ決め球を思い切って投げ込みたいですね。打ちました、ボテボテ、ショートが前に来る、一塁アウトで3アウトチェンジです。この回バファローズ結局3人で攻撃を終えています。3対0バファローズがリードしています。西さん、バッターも一巡してますんで、そろそろボールに目が慣れてくる頃なんじゃないでしょうかね。まあそろそろね、あの絞り球っていうのも見えてくるんじゃないでしょうかね。狙い球を絞る、そのあたり対策はできるんでしょうか。打ちました、入れました、ファールボールです。痛烈、ここもファールです。外外れてボール、ボールになります。次が6球目、際どいコースには投げ込んでいます。3ボール2ストライク、打ちました、セカンドが取る、アウト、ワンアウトです。バッターボックスは6番堂上、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミング合ってなかったですよね。ここはしっかり狙っていきたいですよね。そうですね。超、まずは先頭バッターを打ち取っています。ボールになります。3球目、力のあるまっすぐですね。はい、低めストレート、空振りでストライク、追い込んでいます。ワンボールツーストライク、ボールになります。さあ仕留められるか。内への変化球は決まりません。3ボール2ストライクです。さあこれで決まるのか。打ちました、これはファウルになりそうです。ファウルになります。変化球空振り、2アウトになりました。7番バッター木下、
先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ツーアウトランナーありません。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。変化球タイミング合いません。インコース打ちました。いい当たり決めました。ファールボール。ここでコントロールミスが出ました。デッドボール。バッターボックスは8番京田。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。デッドボールのランナーが出ています。外低めのボール。まあ、ここはストライクゾーンのボールを積極的に打っていくカウントですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。切れていきます。ファウル。低めの変化球は外れました。6球目は何で来るか。スライダー外れます。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。打ちました。これはどうだ。よく取った。これはセカンドのエラーです。ドラゴンズチャンスになります。ツーアウトランナー二塁一塁。バッターボックスには代打の阿部。エラーでランナーは二塁一塁となっています。西さん、中盤大事な場面になってきましたね。まあこの点差ですけど、このチャンスから打線がつながるかもしれませんからね。そうですね。この起用に応えたい。やはりこういう場面では安易にストライクから入れませんよね。なるほど、そうですか。打ちました。ファールゾーン切れそうです。切れていきます。ファウル。外、これは際どいが外れている。これで3ボール。厳しくなったか。そうですね、バッターをね意識しすぎたかもしれません。ああそうですか。これもファウル。まあフルカウント案外ボール球が来ますから、しっかりにライト方向を流しました。これはどうか。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナースタートを切っていましたので、悠々と今ホームイン。ドラゴンズ2点返しました。3対2になりました。ドラゴンズ1点差に詰め寄っています。打順は1番に帰ります。バッター岡林。ドラゴンズこの回2点を返しています。さあ1点を追いかけ、なおも同点のチャンスを迎えています。まあこのままここもしっかりつないで得点に結びつけてほしいですね。さあここもつないでいけるか。次が2球目。これは手が出ないか。ストライクを取ります。
3球目は何で来るか。打ち上げた。このフライは切れそうだ。スタンドに入ります。さあ4球目は何か。ストレート打った。セカンドの右、一塁アウト。これで3アウト。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。しかしこの回ドラゴンズ点差を縮めていきます。5回終わって3対2、ドラゴンズが1点差まで追い上げました。ここまでのハイライトです。1回の裏、得点圏にランナーを置いて、しかし内野ゴロに打ち取られます。同点とはなりません。2回の表、ランナーのいないこの場面、8番若月、この一振り、ドラゴンズ1点を追加されます。3回の表、得点圏にランナーを置いて、迎えるは3番吉田、ラストボールきっちりと捉えました。ドラゴンズ1点を追加されます。そして先ほど5回裏の攻撃、2アウト1塁2塁のチャンス、ピンチヒッター阿部、フルカウントからのタイムリー、ドラゴンズ2点を返します。このチャンスの場面、打ち返すも内野ゴロ、同点のチャンスを逃します。これから6回バファローズの攻撃です。一方ドラゴンズはピッチャーが変わります。福がマウンドに上がります。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。初球大きく外れています。さてこの T 岡田、バッターとしてはどういう特徴がありますか？ボールを飛ばすツボを心得ているバッターですね。なるほど、そうですか。アウトローを見送ってボール、ストライクが入りません。ここは1球見ました。次が5球目、インサイド落ちました。ライトライナー掴んでまずワンアウトです。バッターボックスには5番ジョーンズ。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。ワンアウトランナーなしです。さてこのところのバファローズですが、依然連勝が続いています。いや、西さん、それにしても強いですよね。下位打線でもどこからでも得点できるような状態ですから、本当にいいチーム状態だと思います。そうですね、その打線は機能してくるんでしょうか。注目です。これが3球目、ストレートを持ってきました。外に決まりました。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。ファウルになります。低めはボール、スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。
打ちました。またファウル。振っていきましたが三振。バッターボックス小田、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。初球空振りです。2球目は何で来るか。膝元をつきましたが外れました。さあ3球目は何か。この球は外れています。ボールになります。5球目は何で来るか。打ちました。セカンド取る。一塁アウト、スリーアウトです。この回バファローズ3人で攻撃を終えています。3対21点リードはバファローズです。6回の裏ドラゴンズの攻撃です。そしてバファローズはピッチャーが変わります。背番号28富山がマウンド上に上がっています。高めのボール、この打球はファールグラウンドへ切れていきます。ファウル。低めに外れてボール。3球目外れました。インサイド打ち上げました。打球はレフトへ。レフトが取りました。ワンアウトです。打席には3番バッター石川。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。さっきは中途半端なスイングで三振でしたよね。今度はしっかり捉えたいですよね。そうですね。ワンアウトランナーなし。外の球外れています。ボールになります。次が4球目。インコースボール。インハイ決まっています。フルカウントです。高め打ちました。これはどうか。取った。ツーアウトになりました。4番バッター福田、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。インサイド決まっています。外のボール、ノーボール、ツーストライクです。落ちる球を持ってきました。さあ勝負してくるのか。高め打ちました。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。
変化球ボールになります。際どいコース外れました。3ボール2ストライク。打ちました。 T 岡田一塁アウトで3アウトチェンジです。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。6回終了3対2、バファローズが1点をリードしています。これから7回バファローズは代打を送ります。バッターは伏見。サニーさん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。いや、きっちり役割をね果たしたいですよね。そうですね、この起用に応えたい。インコース決まってストライク。はい、外のストレートわずかに外れてボール。引っ張った、高いバウンド、五ノ上アウト、ワンアウト。バッターボックス若月、先ほどの打席はデッドボールでした。まずはワンアウトを取っています。これはファウルになりそうです。わずかに左に切れました、ファールボール。力のあるストレートですよね。はい、低めのストレート、ストライク。ノーボールツーストライク。さあ外してくるのか。アウトロー外れます。4球目は何で来るか。打ちました。ここもファウルです。アウトローを見送ってボール。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。強打が掴んでツーアウト。バッターボックスには代打のロメロ。ツーアウトになっています。ロメロ、バッターはロメロ、背番号69。さあ初球は何か。ちょっとヒヤッとしましたね。代打は初球から狙ってきますから、安易にストライクを取りに行くと危険ですよね。そうですね。これが2球目。スライダー外れます。この低いボールは外れます。これが4球目。対角線上に決まるいいクロスファイヤーでしたよね。はい、低めストレート、空振りでストライク。2ストライク2ボールと追い込んでいます。ボールになります。3ボール2ストライクです。フォアボールのランナーを出しました。2アウトからランナーを出してしまいました。
まあフルカウントだったんでもうちょっと際どければ振ってくれたと思いますけどね。はい、ここは気持ちを切り替えて次のバッターをしっかり抑えたいところ。一塁はセーフ。初球は何で来るか。アウトコース、ボール。取った。一塁へ。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがバファローズ得点はありませんでした。3対2バファローズが1点をリードしています。さあそしてここからはラッキーセブンドラゴンズの攻撃に入ります。7回の裏ドラゴンズの攻撃です。一方バファローズはピッチャーが変わります。榊原が3番手としてコールされています。5番バッター福留、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ドラゴンズ1点ビハインドで迎える7回の攻撃です。西さん、先頭バッターとしての役割を果たしたいところだと思うんですがいかがでしょう。そうですね、まだ逆転のチャンスはありますからね。とにかく先頭バッターを出したいですよ。さあまずは先頭バッターを出していきたい。次が3球目ファウルになります。見逃し三振、ワンアウトです。バッターは6番ゾノウエ。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミング合ってなかったですよね。ここはしっかり狙っていきたいですよね。そうですね。ワンアウトランナーありません。ボール。今のはよく我慢しましたよね。アウトロー際どいところわずかに外れました。低めはこれは入っていました。ツーボールツーストライクです。外に逃げていくボールよく見ています。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。これが6球目。これはバット出ず三振です。ツーアウトになっています。バッターボックスは7番木下。先ほどの打席はデッドボールでした。ツーアウトランナーありません。インサイド落ちました。これはどうだ。一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。反撃したいドラゴンズでしたがここは三者凡退に終わっています。7回終わって3対2 1点リードはバファローズです。これから8回バファローズの攻撃です。そしてドラゴンズはピッチャーが変わります。背番号28森がマウンド上に上がっています。これから8回バファローズは代打を送ります。バッターボックスには代打の宗。サニーさん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。いや、きっちり役割をね果たしたいですよね。そうですね、この起用に応えたい。初球ボール。これは低いところに持ってきました。ボール先行です。低めストライクが入りません。外れました。先頭バッターを歩かせます。
ノーアウトからランナーを出してしまいました。先頭バッターを歩かせるのはまずいですよね。はい、ここは気持ちを切り替えて次のバッターをしっかり打ちました。高いバウンド、サードゴロ、アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。まずはストライクを取りました。外のボール打っていった。切りました。ファウルボール。このストレートは外れています。この球は見送ります。これが5球目。いい当たり、スタンド、ファウルボール。さあ6球目は何か。これはどうか。これはスタンドへ入りそうです。スタンドに入ります。低め見ました。ボールです。あっさりと追い込んでから粘られフルカウントとしています。さあこれで決まるのか。最後はボール、フォアボール。まあここはね、割り切ってね、次のバッターで勝負ですよ。はい、バッターボックスには代打の大下。さあここでもう一つリードを広げておきたいですね。そうですよね、この点差のままでは逃げ切れるとは限りませんからね。そうですよね、ここはぜひ決めておきたい。ここはゴロを出したいですよね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。うちのボール打った。この打球はフライになっています。レフトフライ掴んでアウト。ツーアウトランナー二塁一塁と変わっています。これはバッテリー助かりましたね。でもまあ次のバッターはチャンスに強いですからね。ここでのコントロールミスは許されないでしょうね。その警戒すべき小田がバッターボックスです。見送ってボール。この球は、外れました。いいボールだったんですが外れています。これで3ボール。打ち上げています。掴んでスリーアウト。追加点は与えませんでした。ランナー出ましたがバファローズ得点には至りませんでした。3対2、1点リードはバファローズです。8回の裏、ドラゴンズの攻撃です。そしてバファローズはピッチャーが変わります。背番号16、平野が4番手としてコールされています。打席には1番バッター、京田。先ほどの打席は相手のエラーで出塁しています。ドラゴンズ1点ビハインドで迎える8回の攻撃です。ここは落としてきました。ストライクになります。ワンボールツーストライクです。インドを見送っています。
さあ5球目は何か。インサイド落ちました。切れていきます。ファウル。高め見送っています。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。これが7球目。これもファウル。打ちました。流しました。レフトへ打球伸びる。レフトが取りました。バッターボックスには代打のマルティネス。ワンアウトランナーなし。マルティネス、バッターはアリエル・マルティネス、背番号57。高め、空振りです。さあ2球目は何か。低めは、これは入っていました。あっという間に2ストライクです。外れました。ボールです。見逃し三振、ツーアウトになりました。打順はトップに帰って岡林。先ほどの打席は同点のチャンスだったんですが、セカンドゴロに倒れています。ツーアウトランナーあります。初球打ち、このフライは切れそう。切りました。ファールボールです。次が2球目。ボールになります。3球目は何で来るか。またファウル。さあ4球目は何か。ここもファウルです。次が5球目。高めちょっと外れたか。外への変化球は決まりません。フルカウントです。さあこれで決まるのか。アウトコース打ちました。ここはフライになっています。義母が抑えて3アウトチェンジです。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。8回終わって3対2、1点リードはバファローズです。これから9回バファローズの攻撃です。一方ドラゴンズはピッチャーが変わります。祖父江が4番手としてマウンドに上がります。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。インコース空振り。ファウルになります。ボールカウントはノーボールツーストライクです。ボールになります。外れましたけど、いいボールでしたね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。低めはボール。3ボール2ストライク。打ちました。この打球はフライになっています。祖父江抑えてワンアウト。打順は8番若月。今
今日はホームランを放っています。ワンアウトランナーありません。最初はボール。スライダー外れます。ボール先行です。スタンドへ入りそうです。切れました。ファールボール。まっすぐで空振りを取ります。ツーボールツーストライクです。バットに当たりません。三振。今日は代打で途中出場。2回目の打席が回ってきました。前の打席ではフォアボールを選んでいます。ツーアウトランナーありません。初球は変化球当たりません。ここも空振り。この球は外れています。ボールになります。ボールになります。スリーボールツーストライクです。変化球空振り。スリーアウトチェンジ。この回バファローズ三者凡退です。3対2バファローズが1点をリードしています。ドラゴンズ最後の攻撃になります。そしてバファローズがマウンドに送るのはもちろんこの人です。さあこのピッチャーを打ち崩せるか。ヒギンス背番号52。西さん、こういった展開ですとバッターはどういった心境になるものなんですか。まあやっぱりね、打席に入るときはね緊張しますけどもね。引っ張った福田、アウト。ワンアウトです。バッターボックスには3番石川。今日はまだ当たりがありません。ワンアウトランナーありません。さあ守護神ヒギンスがドラゴンズ打線の前に立ちはだかります。簡単には攻略できないでしょうね。そうですね。それでも何とかして得点までこぎつけたい。外れてボール。アウトコース外れます。まあ今のはよく見ましたよね。アウトコースストレート、際どいところを見極めました。引っ張った、取った、アウト。ツーアウト。バッターボックスは4番福田。今日はまだ当たりがありません。ツーアウトランナーありません。あと1点が届くかどうか、この打席で全てが決まります。まあそうですね、やっぱり意地を見せてもらいたいですよね。はい、さあ何とかしたい。バッター詰まりながらもレフトへ。ここは打ち上げています。外野フライ掴んでアウト。これで3アウト。最後いいところなく試合終了です。ドラゴンズ痛い敗戦となってしまいました。
西さん、結局最後まで投打が噛み合わないままゲームセットになってしまいましたね。まあ流れとしてはね悪くないんですけどもね、もうちょっと打線がね頑張ってほしいなと思いますけどもね。明日以降ぜひそのあたり期待したいところです。勝ったオリックスバファローズ、接戦をものにしました。一方のドラゴンズですが痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはドラゴンズ敗れてしまいました。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りでバンテリンドーム名古屋から失礼します。皆様、本日は最後までご観戦ご声援